今日は2019年の8月の27、11時44分です。おはようございます。プラプラ散歩します。よろしく。暑いな。また痛いな。今日なんか人数少ねえな。全然人集まらんね。なんかエアコンで喉やられちゃって、ちょっと鼻水今日ズルズルっすね。エアコン直当て危ねえな。歩いたな、懐かしいな。広角レンズどこやったっけな。
おい、雲もいらっしゃい。おはよう。お日様のこと？タイトル？え、なになに？タイトル何になってる？え、なになに？タイトル散歩にしたけど。ああ。三になってるな。なんだろう。なんか、おかしかったね。3になってたわ。なんだろう。ちゃんと書いたんだけどな。東京晴れだよ、今日。東京晴れてる。うん、晴れだね。ピーカンですよ、ピーカン。ね、まだ暑いけどもう秋の感じだね。倒れるとかそういうことはないと思う。だいぶ涼しくなってきたよ。ちょうど過ごしやすいかなみたいな感じだね。なんかいいの？ちょうどいい。みんなが住んでるところはだいぶ涼しくなってきた。今日涼しいね、風があって。もうそろそろ秋服引っ張り出すタイミングだろうね、こっちは。結構暑いね。29度か。これ暑いわ。昔さ、夏ってこんな暑くなかったよね、毎年毎年。今年はなんかすげえ暑かったな。
盆過ぎたらね、涼しくなるよね。飾ってある。デボいる？写真いいね。この写真なんて結構かっこいいよね。なんかこう女の人がロゼの中に入ってる写真。これ好きだな。取り残された感じを描いてる。これはちょっとやりすぎじゃない？沼の中に女の子、あの隙間に入ってるぐらいがちょうどよかった。女の子を撮るフォトグラファーなんだ。いや、やりすぎは良くないよ。沼に女の子沈めて撮るのはちょっと良くないよ。あ、これもやりすぎだね。あの道路で寝ちゃうっていうの、これでも好きだよ。建築中の道路で女の子寝る、やりすぎ、ちょっとやりすぎちゃう傾向にあるね。いいね。あ、猫と同じだね。あの縁側の、縁側つんだけど、ここね、猫もやるから人もやる、そういうね。あ、これもいいですね。ペンギンね。あの川からこう川をこう見下す人はまるでペンギンのようっていうメタファーね。メタファーというか直接的だと。いいね。美人は普通に撮る、大体そうなんだよ。美人は普通に撮っても写真良くなるから、ブスにはあのいろんなことさせるんだよね。そう、カメラマンがああしてこうしてっつったらブスだと思った方がいい。写真ってそういうもんだから、綺麗な人は何撮っても綺麗になるから。ブスはね、あっち行けとかこっち行けとか、あの左向けとか右向けとかやんないと。いろいろそう、そうしないともう表現にならないから。もちろんこれ一回チェックアップもしますけれども、僕の認識上はそういう認識のはずなので、はい。これさ、もっとさ広めてほしくない？中野区で22億、東京都200億、タバコは税金に役立ってますよ。タバコは地元で買いましょう。だってすごいよね。これもっと広めるべきだよね。税収200億だよ。なのにこんな狭苦しいところに喫煙所増やしてほしいよね。ね。120円ぐらい払ってんだって税金、一箱あたり。冷めてるのに叩かれるってよくわかんねえよな。
何が副流煙だよ本当に。飲酒運転とかの方が人殺すっつうのな。タバコ吸いすぎて人殺しちゃったとか聞いたことねえよ。いやまあさ、煙嫌いな人にはさ煙かけたりとかダメだと思うのだけど、なんか最近なんか店でも吸わせねえとかさ、そういうなんかね、ちょっといじめっぽくない？なんかね、あれは違うんじゃないかなみたいな。だったら全面配信しろよと思うよ。だったら最初から全面配信すりゃいいんだよ。マナー守って吸ってる人がかわいそうだよね。どうしようかな、ブロードウェイで遊ぼうかな、帰ろうかな、迷うな。どうすっか、ブロードウェイプラプラ歩くか、ちょっと迷ってるね。トイレ行きたいな。中野意外と多いね。もう中野多い多い。どうしよう、帰って配信やるか中野プラット見るか迷ってるね。ちょっとどうしようかな。カメラのレンズだけちょっと勉強で見てこうかな。カメラのレンズを。せっかくね、この辺来たから。もうこっち来ちゃった。まだセミ鳴いてんな。最近タバコの本数減ったわ。2箱多い時2箱ぐらい吸ってたけど、猫間のね家のおかげでタバコの本数減った。大事だね習慣は。ブロードウェイ行こうかな。どうしよう、どうしようかな。レンズだけ見るか。じゃあ俺今からあの電車で帰って、で家帰ったら配信するわ。ちょ家で待機で待ってて、みんな。じゃあ家行ったら雑談やりましょう。お疲れ。